皆さんおはようございます。愛吉でございます。今日は9月15日、火曜日ですかね。今日、今現在根羽村を通っております。国道153号線に入りました。今日はですね、予告通り、高尾市、高原のキャンプ場に、行こうと思っております。途中ですね、信州平屋道の駅でですね、同級生と合流しまして、キャンプ場に向かいます。寒いです。今日は本当にもう一気に秋になりました。寒い寒いガタガタ震えてなったんです。今日はですね、長袖のアンダーシャツに、ジージャンを羽織ってるだけなんですよ。寒いです。何度あるんでしょうね。温度計がないからちょっと分かんないですけど、寒かった。寒い。あ？何よ？飯田行くとね、暑い。飯田行くと暑いか。まあお相撲さんの一人みたいな。もうこうなっちゃうもんでさ。もう手がもう痛い痛い押さえてるもんだから、もう軽く腹筋がないとダメだなこれ。一応ポジションは変わらんように乗したけどね。今日もう通常さ、おこれここもうギリギリだもん。こんだけしかない。ここに乗ってるんだよ。通常この辺に乗るのにさ、この辺乗ってんの。倒れてる、もう隙間が空いてるもんな。こっちへ、そこへ。いや、どうしても倒れちゃうだ。これシートがさ、ここまでしかないじゃん。この辺までしかないもんで倒れてきちゃうだ。こうもうちょっと、もうちょっと前後ろにキャリー後ろに、こういう水平にするといいかもわからんで、水平、地面に水平にする。こういう予定じゃなかったんだよ。これでもすっごい傾いてる。ただ重心がこうこっちに行くもん。昨日あれだよ、仕事終わって家帰ってきてご飯食べて、で一生懸命積んでた。前に走ってるバイクは 125cc 原理ですので、私のナビとですね、 Google ナビとコースが違います。あの前のバイクはゴリラをつけてるそうなんですけど、原理用の地図っていうナビ案内はしてくれるんでしょうかね。私多分車の一般道になってるんですけれども、ずっと今153号線走っているわけですけども、こういった場合 Google ナビもですね、原付き用、原チャリ用、原に用、あとまあそれ以上っていう、まあそういう感じでですね、3つに分けなければいけないですよね。そうでなければ一緒に行くときにはですね、道が一緒にならないですね。初めて気がつきました、こういったことに。今ちょうどいい感じですね。ちょっと寒いっていう、そういう感じです。空気が暖かくなってきました。
あ、時刻はもう10時回ってるんですけども、今日ちょっと上の方に雲がかかってますので、アルプスの上層部は見えませんね。中央アルプスになるのかな。私の背中の方にはですね、多分南アルプスが見えてるかと思います。どこ行くんだ道が遠回り遠回りして届く。やっと西の駅花の里飯島に到着です。はい、道の駅、花の里飯島でございます。アップルパイラボで、クリーミーなんだっけクリーミーラボっていうの買ったの。あ、そう。今から食べます。買いましたので。クリーミーラボじゃないのかな。違う。え？それがあるの？ああ、クリーミーラボ。クリーミーラボだよ。こういうの。はい、今からいただきます。これ何？中に入ってんのもうアップルか。な、みんなリンゴなんだよ。ああ。アップルパイにクリームが入ってるんだ。落としちゃった。生卵もですね、6個入りが売ってましたので、生卵も買いました。あとパプリカ。前走ってるお兄ちゃんは何買ってたのかな。キュウリ？キュウリ買ってた？キュウリとトマト買ってましたね。キュウリ焼いて食べるんですかね。今からですね、お兄さんの進めて明治屋だったかソースカツ丼を食べに行くそうです。私ソースカツ丼よりも普通のカツ丼の方が好きなんですけども、まあ今日はお付き合いをいたします。もう本当に秋ですね。全然暑くないし、まあ、寒くもないですけれども、涼しいです。すごい。はい、ガーデンパパというところのトチの木というところで、お蕎麦を食べてきました。これからですね、1時間55分ですか、55分ほど走って、何市でしたっけ、もう忘れましたね。秋田へ行って肉類を、今日の夕食を購入したいと思います。そ
ばだけじゃなくてミニ天丼も食べましたので、去年ね食べ過ぎかなと。やっぱりそばだけにしとけばよかったなと思います。夜はね豪勢な食事が食べれなくなりますって言って豪勢じゃないと思いますけれど、今日は私はチャーハンにします。卵買いましたので、だからもう米あるからもうそのままチャーハンにどこも寄らなくてチャーハン作れるんですけども、まあだけどやっぱり定番の私の定番のね、ネギマを買わなきゃいけない、まあ、そういうことで、秋田に向かいます。ここにちはうまい。